まずあの大まか体餌打ちの前め,めりが決まったら今度棚取りゴムであの棚を測ります。でまあこれ人それぞれでやり方がたくさんあると思うんですけど自分はですねあの浮きがやっとあの沈むぐらいの重さの あのこういう他の取りゴムを使ってますまず上張りが一番大事ですから上張りをしっかり刺しますそれから下張りを刺しますこういう感じで2つつければいいですそれで必ずあの 棚を測るときは。あの、この、自分は、この、万力の。この位置を、こう、決めておきます。この位置で、いつも測るような。ですから、こう、振り込んだら、必ずここで。浮きがしっかり入って、止まるまで。ここにします。で、これ、も。潜ってしまったんですけども、も潜ったら、これ棚が。そこから切れてます。ですから、これは。あの。 上げて。浮きをまた少しずつ上げていきます。浮きをね、上げて。上げます。浮きを。で、これが、ここで、担当陸前。あの、そこに着くまで、一応待ちます。 だいぶゆっくり馴染んできました。あ、浮きは潜ってしまったんですけども、でも必ずこれですぐ上げないで、一応そこ着いたなと思ったら、もうそろそろそこに近いのかなっていう感じになってきたら、必ず一回こう前に出してみます。どうしてもあの浮きと棚取りリゴムの間が斜めに張ってます。ですからそのそこに着くかどうかわかあのわかんないその張った分でこう上がってきました。これで前に出すことによって。 斜めになったのが取れるんで1目2目2目盛り上がりましたそしたら2目盛り上がったんでここで棚終了じゃないんですよ今2目盛り上がったんですけどそしたらこのこの位置をこのあのー。 目印ですね。必ず浮きの二目盛りのところに持ってきます。二目盛り上がりました。二目盛りのところ持ってきて、二目盛り分だけまた下げます。これ下げました。でちょうどちょうどこれでトントンですね。でもここでもどのくらい正確できているのかどうかというのはわかりませんから、必ずこれでも,もう一回測ります。でこれでまた同じように振り込んで、で同じところに置いて。 ちょっと非常に面倒くさいんですけども朝はしっかりこれをやって棚を剥がっとくと後で迷わないで済みますですから必ずちょっと面倒,面倒なんですけどもこれをしっかりやることがいいと思います。でまた前に出してみて潜ったおきよ 先端がちょこっと出てます。で、これで、かなり前に出して、ここで。この先端が出てたら、だいたい自分はここで。棚取り終了だと思ってます。これで。これがあの、まあ。自分なりのせ、あの、正確に取れたと思ってます。それから、この後が大事なのは。この位置で持って。あの、今の。 取りゴムを外しますそして外した時にですねここであの外したらそこからちょっと切れてるわけですこの針の部分が。そしたらこの位置で持ってエサ打ち守りをもう一回決めます。でこの時ですねあのこうやって浮きを上から。 振り込んで、こうやって餌が、あの餌のしたような針が入ってきます。ですけど、必ず、あの受けの表面張力だとか、いろんなのありますから。必ずここで一回こう沈めてみるといいです。一回トップを沈めて、上げてみるんです。で、上がってきて。餌を打ちめぐりを決めた位置で止まってくれたら、だいたい正解です。 でもちょっとこれだとあの最初にあの自分が思ったよりかはちょっと目盛りが少し切れてます。でこういう時はあの必ず直してください。 これで,これで、あのー、釣り始めの時の、あのー、ずらし幅なんですけどもこれで例えばえっと今のここが自分は餌落ちなんですけどもここが餌落ちで大体。だいたい このくらいのずらし幅。一節ぐらいのずらし幅ですか。自分はだいたいこのくらいから入ってきます。この幅がちょうどこのくらいですね。どうしてそうするのかというと。ちょっと自分でもあのこの。餌打ちのメモリのメモリが比較的。ちょっと早めに出したいんです。 ですから、あの例えば一センチずらしぐらいから入ってきます。あのバランスの底釣りは結構グルテンがいいと思います。それで誰でも使えて、あのどこでもそんなにあの場所を選ばないグルテンがあります。それがこのノズリグルテンっていうこのグルテンがあるんですけど、これ非常にあの簡単にできますし、あの当たり外れが少ないんです。 ですから、これをちょっと作ってみたいと思います。これは結構自分もよく使います。で、これをあのこうスティックの文法ですから、簡単ででここにこうメモリのあれが書いてあるんですけど、この 50cc ちょうど 50cc のカップありますから、これであのちょうど1杯が使いやすいと思います。で、これをよくかけまして。 で、これはですねまんべんなくこうかき回してくださいですからあの、かき回してある程度落ち着いたらほっとけばいいですでこれであの、全体に固まってきたら自分はですねこうやって一箇所にちょっとこう集めますで今日みたいな水深が少しありますからこれをちょっとこう押し練りしてください そうすると、あのー、全体に硬さと、あのー、グルテンが均一に入りますからこうやってちょっと練ってもらうといいですでたい辛く押し練りしてこれで使ってもらえばいいと思いますペレ底ですかペレ底をまず一杯ですそれから このペレドをいっぱいですそれからこの鬼バラをこれはちょっとあのバラけさせたいんででもこの鬼バラは重たくてバラけれいさなんでこれを2杯入れます。でこれをよく描きましたら。 水をですね。これ一杯と。一杯と半分ぐらい入れます。これもですね。あのー。よくかき回して。少しあの手に。粘り気が少し。 こうつくまでかきましてください。そうしないと、あの途中で結構ばらけちゃうんですよ。ですから、ちょっとこうやってかきまして、指先に少し粘りが。こう感じられたら、もうそれで大丈夫です。で、これも。端を捨て、こうやって置けばいいです。で、この餌はかなり比重がある餌ですから。あの。 つけるときですね。あんまり大きくつけません。だいたい自分の基準でいくと大きさ的にはこんなものです。それからグルテンもあの小さくつけます。こんなものです。このくらいの大きさです。 そうです、ね、あのやはり底釣りの,あの釣りですからあの当たりも一回雪が馴染んでそれで上がってきて自分は餌落ちの前後のあたりをなるべく取るようにしてます。餌ちの例えば一つ手前でもいい当たりそれからそれで乗らない時は今度はそのあたりを送って餌落ちが出てからのあたりを取るようにします。 ですからそのアタリいってもその日によって魚の活性だとかいろんなのが違いますから、あのー、まず朝のうちアたりがあったら一応これヘラのアたりだなってアたりは一応全部合わせてみます。で今日は大体どんなアたりが乗る,乗,る乗るのかなっていうのは自分で見極めてもらうと非常に釣りやすいですね。やみくもに何でも合わせてもいけないんですけども。 でも最初はあのー、どのあたりが釣れるかわかんないんで一応ヘラのこれは釘あたりだなっていうあたりは合わせてみてくださいまたあのー、一つあのー、どうしても上にバラケをつけて下にクワセをつけるわけですからあのー、どうしても上張り粘液が溶けないとなかなか浮き上がってきませんでそういう時にあの餌、ー、を前出し出してやると人工的に上がってきますから一つのあのー 餌切りりの目安になりますで上がってきて餌打ちの下が出て浮きをが動かなかったら切ればいいですよねそういうリズムを自分で作っていくのもあの大事だと思うんで特に底釣りっていうのはそのリズムも結構大事ですからただ生え切りすればいいっていうもんじゃないんで生え切りしていきますとお魚が上釣りますからやっぱり一つのリズムっていうのは結構大事なんで。 それとくれぐれも気をつけなきゃいけないのは落ち込みでの当たりですねまだ線がそこについてないときにもたまに当たりますでそれを合わせてるとあのスレになったり上ずったりしますのでそれは極力下げてもらわないとそれで気をつけるのは浮きが馴染んでこの上がってくるリズムこれがあんまり遅いとやっぱり釣りが遅くなりますですからある程度馴染んだらこう上がってきてくれるぐらいの感じの 例えば上エサですかね上上の団子ですかこれをやっぱりいつも気をつけてほしいなと思います。ばらけないときは手水をほんのわずかちょっとつけてぐらいで十分です。ばらけがあります。だから本当に手にこうやってつけたこのこのあれだけでもうこうやって十分です。 <laughs> それでちょっと今ね雪が動いてる時に両軍どっち食ってもいいやと思ってそうですねあのー、結構ね、あのー、魚が寄ってきてあの上の団子が邪魔な時って結構あるんですよ。そういういは リョウグルで釣っちゃったもいいですね。例えばちょっと魚がなんつんですかね落ち込みで当たる時とき、上の団子がちょっと邪魔してるからそういうときはリョウグルテンにしてやるとあの結構乗ってくるんですよ。それで例えば一人前釣っちゃまたばらけつけてっていうの感じで、例えばそういう繰り返しが意外といい時あるんですよ。 そのバラケつけてセットをやって当たり出てきたら両グルで釣っちゃうみたいな。